もうこれ始まってるんですかね。始まってますね。よいしょ。こんにちは。皆さん、お久しぶりです。今、ちょっと読みますね、彼らを。どうやって呼ぶんでしょう。あ、呼べてますね、これ。入ってきてください。金。あと、ひろかずです。どうですか？とりあえず待ちましょう、彼らを。こんばんは。日本はこんばんはですね。日本は、日本じゃねえ。ロシアはまだ3時なので、全然明るいです。今日は、久しぶりに寒くて雪降ってますね、まだこっちは。招待してるんですけどね、多分招待できてると思うんですけどね。できてるんでしょうか？それとも俺が間違ってるんでしょうか？もう一回招待してて、LINE が来たんでもう一回招待します。ああ、よかった、よかった。はい。久しぶりですね。ちょっと今、もう一人。誰が入るのか選手権だったでしょ、今、絶対。一番最初に。だって金子がさ、もう、これどうやって入んのって送ってきてるからさ。絶対入れる。今、招待した。3人とも。2人か。あと2人。杉岡、どうやって入んのって言来たよ。美来た月の開いてたら来るよ、でも、多分。俺のインスタ開いたら来るって。インスタ違う。ライブを開いといて。ライブ開いといて。で、もう一回招待送ったら来る、多分。知らんけど。OK、もう一回やるわ、じゃあ。でも、招待されてる、まだ。招待中になってる。でも多分、なんか切れちゃうんだよね。さっき切れたなんか。なんか、杉ちゃんはなんか、アプリをアップグレードする必要がありますって書いてあるから、アプリアップデートして。そっから？いや、マジマジ、そうやってなんか出てきた。それはやばい。まあまあいいよ。ゆっくりしよどういう感じ？もう一回やってってきてるよ、大輝。OK、もう一回やるわ。マジ花粉やばいんだけど。花粉？花粉やばすぎてもう目パンパン。鼻もやばいし。こ
こ花粉ないわ、多分。あるのかもしれないけど。ないでしょ。あるのかもしれないんだけど、寒すぎて、まだない。まだ、なんかもう春って言われてんだけど、ロシアではこっち。寒い？でもね、今日雪降ってるね。マジ？また。うん。何度？できた。何度だろう。やっとできたわよ。杉岡時代の波に乗り遅れてるから、ちょっと。だいぶ時代で波、見た目もあれも全部時代遅れだから。時代。杉岡罰金だな、これ。いや、でも、ああ、でも招待されてんねや、もう一回招待するわ。じゃ、なんか招待しても消えちゃうんだよ。杉ちゃんだけ。アップデートしてんじゃね、今。かもね。それはそれでいいか。うん、金子久しぶりじゃん。うん。初めてやるわ、こんな。初ライブですね、俺の。なんか一回やってたね、金子。うん。ひろかさんよくやってるの見るけど、たまに。俺はやってるね、たまに。俺はちゃんとやってるから。俺も SNS しっかりこうやっていかないとなと思って。うん、やって。あと、暇っていうね。何やってんの？いや、もう、何やってる？まあ、おいおい話そう、それは。杉ちゃんが揃って。ね、あいつ、本当に入れんの？まあ、入れなかったらしょうがないよね。どうにかして入ってもらわないと、でも。ね。うん。あきくんから金子選手一発芸してくださいって来てた。え、よく入れませんって言ってる。なんで入れないの君だけ。なんか、アップデートして、アップデートしてって出てきてるよ。携帯古いんじゃね？いや、なんか、いいっすか？やつ押したらできたけどね。ライブのやつとこ、三月の招待してくれたやつ。え、じゃあ、杉ちゃんだけ俺にリクエスト送ればいいんじゃないの？確かに。杉ちゃん、俺にリクエストしてよ。なんか、桜の花びらが。なんか言ってたもん。あれどこ？総合公園。総合公園か。桜めっちゃ咲いてたよ。桜か。桜多分ないわ、こっち。ないでしょ。ないね。すぎて。天にも。標識。よくない。いや、すぎちゃん。そうすけこそこそ見てるわ、こいつ。あきくんもしっかり見てるよ。本当だ。金子選手、チャラティップどうしますかって来てるよ。あきくん、久しぶりが。アプリはアップグレードする必要があります、結構。出てるし。うん。出てるよね。出てる出てる。どういうこと、アプリをアップグレードって。アップグレードしないといけない。え？杉ちゃんがインスタ使ってないってことか。杉岡は携帯古いんだね。あれ？携帯古くてできるでしょ。先始めてて。うん。じゃあもう先始めてよ。もういいよ。あいつは後ででいいよ。ああ。まあね、僕たち。まあいいよ。後に入ろう、彼は。どうせ話してたら入るから、うん。金子もめっちゃ電波飛んでるけどね。電波弱くない？金子の Wi-Fi 弱い。ロシアの Wi-Fi の方が強いわ。めっちゃフリーズしてんだけど。わかる。俺も止まってるもん。金子だけ。再開した？いや、ちょ、金子、電波どうにかして。え、Wi-Fi 切ってよ。ああ、よかった。もう、美月の外人の友達からなんか来てるよ。What are you doing? って来てる。え、ああ、リョウのステーキ食べたくなったかな、誰だろう。はじめまして、はじめましてってインボムが言ってるわ。韓国人、うちのチームの韓国代表。お前いなかったけど怪我して、うん、
もう復帰するかな、多分わかんないけど。どういう感じ？どういう感じなっていうか。いや、だからまあ、そう、まず、そう、まあなんか集まってもらったのは、まあまず俺が暇っていうのもあって、まず一つは俺が暇っていうのと、まあなんか、情報発信、俺もちょっとずつしていこうかなっていう、ロシアにいるし、日本にいないし、で、そのツールがやっぱインスタライブとか、そういうのが楽かなっていうので、で、初回を、まあ、この4人のメンバーが一番やりやすいかなって単純に、思ってね。まあ、金子とか、あの、やろうとか絶対言わないから、そういうこと。広川だったら言うかもしれないけど。俺はやるよ。田中青がなんか言ってますけど。もう言われたらよ。そうそうそう。青が。いや、まあ、そう、それで、まあ、やろうと。で、なんか、サッカーの話とかいろいろできたらいいなっていうので、まあなんか、もともと4人が湘南所属で、まあ初めてみんなバラバラになったわけじゃん。広川は湘南、金子は浦和行ったし、杉ちゃんは島に行って、俺もロシアに行ってっていう、バラバラになったから、まあ、で、ちょっとコロナのがあって、サポーターさんも、はいはい。はい。できましたって来てるよ、杉岡。じゃあちょっともう一回。全然話すまんや。これ何分できんの、まあまあね、インスタライブって。いや、わかんない。1時間ぐらい、まあ、1時間ぐらいでいいんじゃないそこは。あ、よかった。できたわ。できたわ。風呂上がり感満載なんだけど。いや、それじゃないよ。え、違うの？ててパーマかけたんじゃないのそれ。パーマかけた。パーマの羽か。あんまり評判良くない。パーマとかすんな、お前は。したくなるんだよ。金髪にすんじゃん、そろそろじゃ。金髪はしないよ、さすがに。髪は染めないよね。染めないかな。染めろよ。じゃあ、そうじゃなくて、今、その内容を話してて、そう。だからまあ、コロナもあって、まあ、湘南の、まあ、ロシアのサポーターはちょっと、あの、あれだけど、湘南だったら湘南。サポーターだし、鹿島だったら鹿島サポーター、浦和だったら浦和のサポーターさんが、まあ、みんなのこと知れたらいいのが一つあるし、まあ、単純にサッカーの話して、ちょっとみんなと共有できたらなっていうので、まあ、今後もなんかこういうのできたらいいなっていうので、初回はこのメンバーでやっていこうと思います。まあまあまあ、まずはなんか近況じゃないけど、近況報告からしていこうよ。まあ、みんなのこの質問みたいなのも後でやれたらいいけど、まずはね、私たちの話から。じゃあ俺からでいいの？いいよ。俺から行くわじゃん。いいよ、みつき一緒喋ってていいよ。うん。俺が回すから、この。うん。この。まあでも俺はロシア行ってみんな知ってると思うけど、俺、最初の1ヶ月かな、1ヶ月やって練習中に、後ろがスライディング削られて、足首捻挫して、で、手術みたいな形になって、で、今はリハビリだね、本当に。リハビリだよ、ずっと毎日。え、日本と違う？リハビリ。いや、日本、全然違うね。もうなんか、もうリハビリになったら、日本だったらさ、リハビリでもちょっとチームの輪の中っていう感じはあるじゃん。でもリハビリになると基本的にもうチームと別だね、行動は、ほぼ。ああ、そうなんだ。うん。まあもちろんチームだけど、練習時間もほぼ違うし。日本だったらさ、まあ湘南、俺は湘南しか知らないけど、湘南だったら、その、結構怪我人が多かったら、全部を毎回見るわけじゃないじゃん、そのリハビリのフィジカルのスタッフが一人一人見るわけじゃないじゃん。でもこっちはなんか、一人一人見てくれんのね。時間を割いて。だから基本1対1とか、まあ2対1みたいな感じでリハビリしてくれんのよ。だから時間、まあだから毎日2時間ぐらいかな。リハビリして、で治療して帰るみたいな。なるほど。その、怪我してるプレー乗っけるのすごいよね。いや、だから、いや、すごいっていうか俺もびっくりしたけどね。普通乗っけないよね。毎回乗せてんのあれ。
いや、そんなことないけど、まあ、初めて俺が来て、来たばっかで怪我して、なんかちょっと、試合とかさ、何も出てこなかったら、ちょっと心配するじゃん。うん。日本の人。そういうのを含めて、多分やってくれたんだと思う。俺は知らないよ。俺がやってとは言ってないよ、もちろん。怪我した写真だけでもいいよね、別に。ね、いや、間違いないでしょ。怪我した写真の方がいらんやろ。ね、動画見るのびっくりしたわ。確かに。ここは、別に、そうとは思ってない。日本は情報の駆け引きすごいからな。そうだね。こっちはね、うん、あの、もう、監督の、監督インタビューでもそうだけど、もう言うのよ。誰々が怪我して、今いません、みたいな。まあなんか、リバプルとかもそうじゃん。なんかすごい怪我人が多くてさ。まあもちろん本当かどうかわかんないけど、バーっていないから、このメンツでやるしかないみたいに言ったりするじゃん。それで、もう言っちゃう、監督は。杉岡言われすぎやって。めっちゃコメント聞いてんじゃん。いや、なんか突っ込むのもあれだから、とりあえず聞こう。まあ確かにね。そうで、まあそんな感じで、もう引っ越しもして、寮からこっちに。あ、そうなん。え、どこ？え？どこに住んでんの？ロシアで。一人暮らししてんの？そうだよ。あ、そうなんだ。そう。ロシア語、ロシア語自己紹介してじゃん。いや、あの、全然。ロシア語は難しすぎる。え、でもちょっとずつ。マジで。名前はロシア語。え？名前は普通にミツキ。ミツキだけど、なんか、まず、あれが違うんだ。字体が違うんだよね。アルファベットじゃないんだよ。なるほど。めちゃめちゃ難しい。でも、まあ、試合中、なんだろう、左、右とかさ、行けとか、待てとか、パス出せとか。いや、英語じゃないけど、ロシア語でそれぐらいは、まあ、言えるかな。あ、そうなんだ。そう。でもうちの監督さんとかが、まあ、スタッフが、もう英語結構喋れてるから、あんま困んないね。だし、チームメイトも10人ぐらい多国籍の選手がいるから。で、みんなヨーロッパから来てて、英語喋れるから、楽だね。全然平気って感じ。でも英語喋れないな。そう、英語、マジで、多分な、こうなんか英語喋れないでヨーロッパに行くって選手も多いじゃん、言ったら。うん。マジで苦労すると思うよ。って思った俺は。もう相当コミュニケーション能力高くないと、英語喋れなかったらきついね。英語喋れない逆に。英語でいければ。そう、英語いければ、マジで、全然何も怖いもんないよ。ロシアって全然英語喋れない国なんだけど、全然いけるよ。生活も。全然いける。私生活も全然いけるよ、英語喋れれば。そうそう。だし、なんかそう、俺はなんかもっときつい想像してたの、ロシアの生活が。食事とかも含めてね。でも、食事、もうご飯もめっちゃ美味しいし、そう、寮でご飯言ったら朝昼晩出るし、最悪。美味しいの、ちゃんと。美味しい。なんかシェフがいて、シェフがいて、バーってこうバイキングみたいな感じであって、まあいつでも食べれますよみたいな。もちろんその、シェフが作ってくれる時間はあるけど。環境は整って、なんて？自炊してないの？してるよ。してんの？自炊してる。結局自炊してるよ。今、コロナだし、あんまり外で食べるのもあれかなっていうのもあって、自炊してるよ。米どうしてんの？ま、米。え、米ある？日本米あるよ。売ってる。売ってんの？うん。日本の料理好きだから、ロシア。そう。そうそう。まあもう俺の話はいいや。俺もう怪我してるっていうそれ以外は別に話すことないからさ。いや、よう喋ったよ。お前。だいぶね。さすがずっと喋ってよ。もう1時間使えるよ、見つけて。まあ俺一人でも1時間いけるんだけど、なんか一人寂しいからさ。だいぶね。うん。じゃあ次は広和から行こうか。湘南だし。
俺なんだ。俺はだって、もう、わかるじゃん。俺の情報全部出てる。まあでも、まあ、新しいチームになったわけじゃん、今年。まあそうだね。でも今年、なんだろうな。みんな優しいっていう感じかな、チームとしては。なるほどね。あんまりね、今、あれだから、シーズン中だし、深くは、まあ話せないけど。でも、なんかやっぱコロナで、すごい、キャンプとかも、いつもだったら部屋行ってとかさ、みんな、まあ他のチームもそうだけどさ。そうだ。その分やっぱピッチで話すっていう会話増えたっていうか、コミュニケーションを取るのがピッチ上でのコミュニケーションでしか取れないから、その分やっぱサッカーに対する、なんだろうな、その、すり合わせっていうのは、今までよりは間違いなく話できてるから、まあ本当人変わる、毎年湘南変わるけど、まあそういう面では逆にいい方向で、やれてたかなっていうキャンプは。まあシーズン入って、試合始まってからもなかなか勝ちは拾えてないけど、まあそれでもすごいいい雰囲気でやれてるとは思うかな。いいね。俺がいた時なんか俺がもう練習中荒ぶってみんなに切れる。日常茶飯事。みんなわかってるからね。そういう感じじゃない。なんか、結構、まあ、うまく話し合うというか、ああ、みたいな感じじゃない。そっちの方がいいよ。まあでも、たまには必要だけどね、そういう厳しさもね。まあ、まあ、もちろんそうだけど。まあ、あとは私、個人で言ったら俺はセンターバックしかやってないっていう感じか。そうだね。まだセルリバックしかやってないね。そう。他、練習試合とかでも、練習でもほぼやってないから。あ、そうなんだ。まあ、サッカー、あと山口聡さんが来てから。ああ、ガンバから来てくれた。そう。結構いろいろなことを教えてくれるし、やっぱ、聡さんも結構いろんなポジションやって、で、やっぱ代表とか入ってるし。確かに、いいだったらいいよね、絶対。そうそう。いいという話聞ける。めちゃくちゃいろいろ教えてくれて、だから今年、去年とかも、めちゃめちゃのドリブルとか最終ラインにしてたけど、今年結構そこの状況判断とかはだいぶ、だから。いや、いいでしょ、あれって。入るの。これやった方がいいでしょ。そう、だから最近、いや、たまには出したいけど、まあ、最近は結構だから、パスで作るというか、そっち系でも、を意識してやってるっていう感じかな。そうね。まあ、まあ、ヤーマンもそうだし、名護さんは俺はわかんないけど、ボール多分いっぱい触りたいタイプ。そうだね。ヤーマンいいじゃん。俺、今年ヤーマンめっちゃなんか今までで一番いいんじゃねえか説出てんだけど、俺の中で。ね、まあ、頼りにはなるね。やっぱでも、知ってるし、湘南を。長年いるのもヤーマンとか、拓也くんとかしかいないもんね。めっちゃ少ないよ、もう今。まあまあまあ。まあ、だからキャプテンだし。まずキャプテンの。そうじゃん。まあ、湘南の。湘南らしさっていうのがやっぱね、今、もっと出さなきゃいけないなっていうのがあるから。まあ、湘南らしさは、どの湘南らしさを出すかは、まあ別として、そういうとこらしさを出せるように、やらなきゃいけないなっていうふうに思ってて。背番号3に変えたし、今年だっけ3に変えたの？今年。3に変えたし。うん。いいね。金子は、はい、もういいよ、ひろかずはもう、湘南の話はいい。湘南の話はいいよ、もう。怒られるでしょ、湘南さらに。やべやべ。話に入っていけないんだけど。いや、まあ、質問し。いいよ、まあ、最初は一人ずつの順番でいいよ。うん。あとで来るから。金子は金子。俺？うん。まあ、俺もう裏のこととか全くわからんからさ。初めて移籍したわけじゃん、お前も。うん。どうなの？どうなの？下今、この前もスタメン出てたしね。うん、フロントあるでさ。けどまあやっぱ、今までやってきたサッカーとちょっと違うから。なんか、なんて言うんだろう。面白いよ。個人的には。え、
そのかん、まあもちろんさ、詳しくは言えないと思うけど、その監督さんはどういう人なの？なんかフレンドリーなのか、それとも。めちゃくちゃフレンドリー。いろんな選手と話して、うん、コミュニケーションめっちゃ取ってくれる。外、その、いいね、うん。すげえ、前、なんて言うの？なんだっけ？まあ、元気？とか、そんな感じだけど、毎回。でも話してくれるんだ。もうみんなと話してる。なんだろう、初めてさ、金子もそうだし、俺もそうだしさ、まあ、スギちゃんは去年からだけど、外国人監督に変わったわけじゃん。うん。まあ、結構ギャップあるんじゃねえかなと思って。今まで日本人だったか、俺らは。日本人だし、張さんだったから、やっぱ。そうだ。あるよ、ね。間違いは、すごい。張さんは、手厚いもんね。うん、そう、先生の感じじゃん。どちらかと言ったら。選手をこう、させるみたいなとこあるもんね。そっからいきなり外国人ってっていうのは結構ギャップあったよね。確かに。そんなに違和感は、まあ、違和感ない。まあ何も考えないから。日本でやってたもんね、徳島で。うん？あ、そう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 。だから長いしね。だから日本人との あそっかあれが分かりやすいんじゃん。うん。なるほどね。スギちゃんはどうなの？鹿島の。まあ、あんまり、去年は出てなかったじゃん、あんま試合に。今年は。去年はあんまり絡めなくて。まあ、今年はちょっとずつ、去年よりかは全然チャンスもらってるから、まあそこで何ができるかっていうところかな。まあ出た時はね、出た時勝てるかどうかとか、すげえ大事だもんね。直接、サイドバックが、その、に関与するって難しいから、意外と。まあ、自分のプレーやることだよね。なんか、去年とかは移籍したてで、なかなかできなかった部分あったからさ。なんか、そうね。あるけど、そこは、やっぱ今年、改善してて、だんだん出せてきてると思うし、まあ、もっとやんなきゃいけないなっていうふうに、すごい危機感もあるし、まあ頑張りたいですね。まあじゃあ、まあ俺から、まあ俺からの質問っていうか、まあロシアなのか海外か分かんないんだけど、なんかこっちは、あんまりなんかこう、なんか日本だったらさ、まあ特に湘南はかもしれないけど、なんかこう練習から成長して、で試合でも成長してみたいなのがあるじゃん。若い選手にとっては。うん。でもなんかこっちは、あんまりなんかその、自分を成長させるっていうよりかは、もうピッチで結果を出すとか、もうピッチで持ってる、これがもう、持ってるものですよ。俺はこれができますよっていう、もう、それがもう、すげえ単純。だからなんかそこら辺はなんか、違いあんの？違う。まあ、湘南は今でもこのなんかピッチ上で成長さし、みんなで頑張って成長しようみたいなとこあるけど、例えばなんか鹿島とかだったらさ、監督さんはこう、選手を成長させるみたいなのがあるのか、それとももう、結果が。あるけど、考え方としては、もう、みんなそれぞれいいもの持ってるからみたいな、その個性があって鹿島に来てるわけだから、それを出して、なんだろう、まあやっぱそれを結果につなげるっていうことの方が強いかな。どちらかといったら育ってるっていう。まあそうだよね。うん、そんな感じする。まあ鹿島はなんか結構勝たないといけないじゃないけどさ、うん、みたいなとこもある。あるね。それはすごい結果に対しては選手もこだわってるし、今とかもすごい勝ててないから、リーグ戦はそんなにすごい危機感みんな持ってやってるかな、練習から。あれはどうなの、裏は。裏はなんか湘南だったら、まあ単純例えだけど、張さんだったらさ、一人一人を成長させたいっていう思いがすごい強いじゃん。そんな、なんかそんな差は感じないけどね。一緒なのか、練習でよかった人が使われるみたいな。
うん。そう、そう、紅白戦もそんな感じだし。だから、そんなに、俺は、なんとその、やってる感じは、あんまり変わってないとは思う。いいね。なんか、こっちは、言ったらもうなんか、ベンチはもうベンチみたいな、なんかその、紅白戦みたいなやる。したらもう、A と B みたいな、もう分けちゃうから、単純に。で、俺はもう明日ベンチだから、みたいな感じなんだよ、スタイル的には。もう分かってるんだ。そう、もう俺は明日ベンチで、途中から出て、絶対点取ってやるみたいなのを言って、まあ俺はピッチに立ってなんかあれだけど、言ってるのはあんまり聞いたことないし、どうなのかな、ちょっと多分、そこは多分違うと思うね。交代の選手がすごい大事っていう感覚がなんかあんまり、ある感じはしないけどね、こっちは。スタメンが全てみたいな感じなの？スタメンがもうある意味全て。スタメン出てる選手がやることが大事みたいな。そうっちゃそうだよね。俺らがやってても。まあ、でもやっぱさ、鹿島とか浦和その戦い方とかさ、勝ち方みたいなのあるじゃん。なんか、なんつうの？あるね。こういうゲームになったら勝てるみたいな。経験がある選手多いからやっぱ。あ、やっぱ湘南って結構今まで調査に依存してた面がやっぱあるじゃん。そういうところがやっぱなかなか抜け出せないじゃないけど。っていうのはやっぱ、外出て感じるじゃん。なんか、なんつう、俺らは結構、そういう、こういうゲームだったら勝てるみたいな。こういう試合になっちゃうと負けるっていうのが意外とないじゃん。湘南って。そう。そう。だから、わかる。そこを、そういう流れを作るというか、そういう流れを選手個人個人が分かるように、なんか、もっとなった方がいいっていう話を、になって、この前、奈緒さんと。わかるわかる、それは。だって、その、うちのチームも、もうめっちゃ単純で、その、今433でやってんだけど、大体。うん。で、前線の3人がすげえパワー持ってて、もう両ウィングがドリブルブワーってできて、うん、で、センターフォワードがでかくてちょっと機動力あってみたいなタイプで、もう中盤でボール動かして、そいつらにボール渡して、はい、ドリブルしてくださいみたいな。ドリブルすんなって言ってもドリブルするから、絶対。もう勝手にドリブルして、3人いようが、何人いようがドリブル開始するから、絶対。だから分かりやすいよ、めっちゃ。ある意味簡単。で、なんかルールもあるから、もちろん、いろんな。うん、なんか、ここに来たら、こうやってやるのが今のところベストですよみたいな。そういうのがあるチームは強いよね、多分。分かりやすいし。分かりやすい、やっぱ点取りやすいとかありそうだよね。日本とは全然違うけどね、正直。なんか、日本ってやっぱすげえよ。組織化されてる、めっちゃ。やっぱり。なんか、チームで戦えるじゃん。日本は、うん。こっちはもう、チームあるけど、結局は、個人戦術みたいな。ロシアっていうリーグがそうなのかもしれないけど。あれ、なんか上を目指してるってわけじゃないの？個人昇格をもう、だけを考えてやってる感じなの？いや、もちろん、他の国から来た選手はそうかもしれないけど、俺はあんまりよく来たばっかでよく分かってないけど、多分ロシアっていう、国自体が、まあ、でかいし、そのお金がそこそこあるだと思うんだよね、多分ね。だから、ロシア人がさ、プレミアに行ったり、ブンデスに行くってあんま聞かないじゃん。確かに、あんまりいないかも。だから、多分だけど、チェスカとかゼニトとか、スパルタクとか、上のチームは、まあ結構資金があって、いい選手を取ってきて、ロシア人でいい選手を取って、で、結構な、まあ、お金を普通にしっかり払えてるから、なんかあんまり聞いた話だと、あんまりそのロシアから出る必要ないって自分たちで思ってるんだよね、多分。なるほどね。そう。でもロシアの、まあ、特にストライカーとかフォワードはめちゃめちゃいい選手いっぱいいるよ。へえ。めっちゃいいなって思う選手いっぱいいる。
だし、だから現にそのロシア代表、今ワールドカップの予選みんな帰ってきたけど、今日ロシア代表ほぼ全員ロシアのリーグから出てんのね、選手が。他のヨーロッパの国から2人か3人ぐらいしか呼ばれてなくて、あと全員ロシアの国内から選ばれてて。そうそう、だそういう国だね。じゃあ国のレベルは上がるってことか、そっちの方。そう、国のレベルだからね、そのチームが強いどうこう別にして個人の力は高いね、めちゃめちゃ、でけえもんな。でかい。でもなんかでかいって思ったのね、その選手も、選手もね、うん、でもなんか俺自信満々な選手だからさ、入ってみたらあんまでかくねえなみたいなそういう感じよ。でもでかい、全然でかい。でも後ろからタックルされて怪我してるからな。そうお前はフィジカル、お前はもっとフィジカルが必要だって言われた。マジ？あのチームメイトに、ええー、わかりましたって言っといた、頑張りますってマジか。そうそう、でも面白いよ。なんか環境を変えるって大事だなって思ったけどね、俺はやっぱり。うん、まあ変えないとあるよね絶対。そう、みんな多分ちょうどさ、まあひろかずも福岡に行って帰ってきてるしさ、みんな変えたわけじゃん環境。うん、なんかやっぱ環境を変えるのも一つ選手として成長するために必要だなって思った。俺はもちろんそのチームずっといるのも大事だけどね、わかんないけど、まあ、さっきの外国人の監督の話じゃないけど、俺最初福岡行った時イタリア人のファビオ・ペッキアとかだったけど、めちゃやっぱ守備のイタリアの人だから、守備の何、体の向きとかスペースの埋める動きとかめちゃくちゃ細かく練習中言われてて、だその経験はめちゃくちゃ 今も生きてるし、その相手個人に強くいくとかだったじゃん湘南って。今までもそうだね、それだけじゃないっていう、その概念を崩されたというか、分かる分かる。それは取っちゃう、パスコースでパス出させて取っちゃうとか、そういう感じのやり方とかだったから、そういうのはすごい面白いなと思った。やっぱりそれはやっぱ湘南でないと分かんなかったなっていうのを思う、ね、分かるやつか。俺が分かる、俺もこっち来て思ったよ。うん、まあフォーメーションも若干変わってるし、うん、いや面白いよ普通に。やっぱりやっぱ大事だなと思った。なんかもっと、そう、もっと俺も選手としてもっとなんか成長できるなと思った。うん、いや、じゃあスギちゃんとじゃあむずいよこれ。じゃあむずいよね、わかるよだって。じゃあ俺が振るわ。俺ら的には成功 してるとは言えないじゃん別に。いやいや、まあ俺らもそうだよ今。いや、まあ、そう、今ここにいるよりは、まあ誰しもがこの1年そんなにうまくいってないっていう形でやってるから、逆にね。まあそうね、現になんかを言い切れるわけでもないしさ、なんか難しい部分あるよね入るのには。そこにだからそれで言ったら、今まで湘南にいた時はさ、試合にコンスタンスに出れてたわけじゃん。うん。それで今、去年とか試合出れなくなって、何を取り組んだとか、そういうの、なんか聞きたいじゃん。そうだね、そうだね。それ聞きたい。なんか自分が、何を考えてるのか。ここちょっと、そう、考え変わったな、みたいな。あー、なるほどね。まあ、挫折じゃないじゃん。挫折じゃないけど、その、壁には当たってるじゃん。うん。今までとは違う境遇だから。そこで何を、うん、やっぱ他でも他の会社で勤めてる人はやっぱそういうのあるじゃん。そこで何を考えてるかっていうのは聞きたい人もいるかもしれない。確かに、うん、なんだろうな、湘南の時はなんだろう、多分自分のプレーとなんか湘南の良さっていうのは合ってたというか、自分のプレーが湘南の良さみたいになってたんだよ。そうだね、そう、だからなんだろう、いい意味でも何も考えてなかったし、逆に考えてる時ほどあんまいいプレーできてなかったなっていうのはあって。間違いないね。
そうです。でそれで環境が変わって、俺はなんだろう、その監督が求めてることとか、なんかチームの感じに、うん、なんだろう、変に合わせようとしちゃって、あ、だからその自分の色が出せなくなっちゃったなっていうのはすごい感じてて。いいじゃん。それが、そうだね、そこに気づいた。いいじゃん、それ。考えて、やっぱ自分の個性を出せるようにしなきゃいけないなっていうふうに思った。いや、いいじゃん。なるほど。在住し。そこを超えたらみたいな、超えたら、考えて自分の良さ出せるようになったら、もう一段階上に、上のレベルでやれるというか、自分個人としていけるかなっていうのはすごい感じてるかな。今そこを模索中というか。いやー、確かに間違いないね。そういう感じかな。チームのやり方あるけど。そうそうそう、やり方あるし、監督の求めてるプレーもあるけど。そうだね。やっぱそこ、それを見て撮ってくれたわけじゃないし。そうね。そうそう。だそこは、そんな俺はやっぱ器用なタイプじゃなかったのかなって思う。器用じゃない？思い切りタイプでしょ、スギちゃんは。そうそうそう、それをやっぱ考えてできるようにしたいなっていうのは今思ってる。まあだからその歌手のさ、人とか、もうなんだろう、スギちゃんがどういうプレイヤーかっていうのね、分かってくれたらいいよね。俺らは結構分かるじゃん。でもそこはだいぶ分かってくれるようになったというか、示せていけてる部分あるから。だから俺的にはスギちゃんはもう守備の選手だから、結構対人が強くてヘディングが強いっていうのが一番の強いっていうから、単純に。うん、まあそのね、なんだろうはっきりとした強みも自分の中で持ってなかったからさ、持ってないって言ったら、そこもなんか自分の個性を出しづらい、出せなかったとこであるかな。間違いないね。まあ試合に出続けて波がないプレーができるのも一つの良さだったしね、スギちゃんの。まあそうだね、そういうのも環境が変わって難しくなった部分もあるし、でもそれでもやっぱいい選手だったら生き残るし、出れるし、っていうところで。それは間違いないね。金子は金子。いいな、この話。金子は何も考えてねえもん。いや、何もか、お前。考えてるけど、その人。だから別に。聞かないでいいわ。何も考えない。まあいいから。とりあえずね、あのね、海ある生活は良かったわ。お前、そっちに持っていこうとすんなよ。そっちの方が喋りやすい。確かにね、湘南はね、住みやすいよね、マジで。住みやすいね、湘南はいいよ、本当にいい街。その、なんだろう、もちろんさ、その、他のクラブに比べて環境がいいかって言われたら、100% いいかどうか分かんないけどさ。でも、住みやすいし、ご飯美味しいし。ほら、広和の出身、マジでいいと思う。何？その神奈川県生まれ、藤沢、マジでいいと思う。でも住んでたらそんなあれじゃないの？いや、いいよ。やっぱ、地元愛はあるよ。あるね。うん、藤沢。住みやすいもん。でも、プロになってからで俺なんかいろんなご飯屋さんとか行って美味しいって気づいたの。まあそうだよね。俺も地元のことあんま分かんないもん。ご飯屋さん。いや、分かんないけど、神奈川絶対多いよね、あの辺は。確かに料理、ご飯屋さんが多いよね、とりあえず。うん。うん。多い。多い、確かに。美味しいし。神奈川いいとこだよ。なんか、その、もちろん、本当はさ、グラウンドがあって、その隣に、なんだろう、クラブハウスがバーンってあって、っていうのが一番いいのかもしんないけど、その選手の環境的には。うん。
でもやっぱあの土手がねあってサポーターさんと触れ合ってみたいなのも湘南の一つの良さでね、ある意味あの歩きながら喋るのもね、そうそう、もちろん今はできない。あとはスタジアムでしょ。スタジアムだね。スタジアム作ろうよ。みつきお金出してよ。なんかだ、渡るさんがさ、こうやってたじゃん。みつき出してお金。渡るさんがなんか練習機やってたじゃん、こうやって。いや、やってくれましたね。すごいよ。炊き越されたと思ったわ。スタジアム、新しいスタジアムの名前、斎藤みつきスタジアムしてよ。じゃあ、俺が名前。30億くらい。30億くらい出して。かっこいいな、そしたら。でも、そしたら、また、でも、もっとお客さんも増えると思うよね、でも。スタジアム。まあね。もっと。サッカー専用とか。あ、いいよ、サッカー専用は。ね、カシマスタとか、サイスタもそうだけど、やっぱ、すごいもんね。やってても興奮するし。でも、まだやっぱ、去年からだからさ、うん、コロナで、やっぱ応援とか、やってないからさ、本当の凄さを知れてないよね。確かに。やっぱ、すごい。裏もすごいもんな、正直。ね、そこは、ちょっと、早く、なんか経験したいというか、やりたいよね、そういう場で、うん、サッカー選手がなんか、ね、サッカーやってる理由の一つもね、なんかああいう雰囲気でやれるっていうのが、確かに間違いない。ルヴァンすごかったもんな。そうだね、ルヴァン最初だもん。決勝すごかった、あれは決勝。俺とヒロカズはインドネシアにいたからさ。そうじゃん、ヒロカズたちいなかったじゃん。でも俺らもすごかったよね、ヒロ。インドネシアすごかったよ。やばかった、ね。アウェー。アウェー。5万人ぐらいか。俺もあるよ、それ。俺、韓国でやったもん。韓国あの、アジア大会出したもん。決勝とか。そう。あ、そっかそっか。韓国のサポーター来てて、すごかったもん。多分、その時にね、その、優勝した時のメンバーの一人がうちのチームの選手だよ、多分。若いんだ、じゃあ。若い、24とかかな。めちゃめちゃいい選手。もう両利き。ほぼ。そうそう。もういいですか？スタジアム頼むわ、みつき。ああ、任せろ。スタジアムか、あの育成用の練習場はどうにかして作るわ。両方クラブハウスか。両方頼むわ、じゃあ。ああ、任せろ。うん。そうね。質問タイムにしますか、そろそろ。はーい。てか、クリス来てる。え？クリスラン。クリスラン、韓国かなんか行ったよね、確かね。行ったよね。さっきなんかコメントしてたよ、ちょっと。え、そうなの？うん。そう、韓国2部かなんか行ったんだよ。頑張ってほしいね、クリスラも。なんか、ジョンヒョプもさ、うん。代表でさ、ミキ君と試合したりしててさ。そうだね。そうじゃん。なんか、楽しいよね、そういうの。そうやって。ミキ君と話してます。ミキ君すげえよな。マジすげえ。でもなんかちょっと若干決めそうな雰囲気あったよね、実際。あ、俺も決めると思って。ね、うん、うわ、今日決めるわと思ったもん、俺もなんか。スタメンって聞いたとき。うん。あの人マジすげえ。すげえよな。すげえ。まあまあまあ。すぐ追いつくっしょ。まあ、4人で A 代表出ればいいっしょ。そうなったらいいけどね。頑張ります。てか、テマくんのキャプテンめちゃめちゃびっくりしたんだけど。京都。そう。え？俺もびっくりしたわ。責任感持てみたいな感じじゃないの？そうでしょ。わかんないけど。全然喋んないからテマにしとこうみたいな。
ミツキいたらすごいことになってると。確かにね。4番だしね。うん、確かに。なんで4番なんだろう。ね。京都ね、面白そう。サッカーは面白いけど、見たけど。面白いサッカーしてるよね。らしいという。うん、らしいね。なんかリスク、リスク負ってサッカーしてる感あるよね。うん。長木亮太くんさ、うん、やっぱ気になるからさ、たまにしゃ、うん、京都、うん、京都面白いぞみたいな感じ言ってきてさ、もっと湘南製紙めちゃいるもんね。やっぱ気になるよね。うん、気になるでしょ。阿部ちゃんがお得意の A 点得意の阿部ちゃんも復帰したってなんか記事出てたよね。ああ出てたね。よかったね。早く復帰してよ。俺もどんぐらいやと。いやわかんないね。すぐ俺はすぐできるって思ってんだけどさ、いつもそうじゃん俺は。まあでも、そう、慌ててるし、慌てなくていいかなって思ってる、そこは。うん。そういうこと。じゃあ、質問読みましょう。拾って、みつき。このさ、なんかさ、ハテナのマークでさ、バーンってなんか来てるやつは何なの？ああ、それ、送れるやつでしょ、確か。何それ？質問じゃないの、それこそ。ああ、送ってくれてる。あ、そうそう。じゃあ、こっちから選ぶか。とりあえず。だね。山根選手の話聞きたいですって、まあ、山根選手は言ったからいいか。もう。谷くんどう思いますかって来てるよ、谷くん。すごかったじゃん、谷くん。いいよ、構成は。いいね。構成はいいよ。いいね頑張ってたし。頑張ってた。頑張ってるよ。何かいい質問ありますかね。おすぎでおすすめの鹿島のお店ありますかだって。鹿島ね、湘南ほど数はないんだけどね。うん。結構、なんか美味しいなって思う店はある。いいね。まあ今あんまり行けないしね。そう、あんまり行けないけど、結構ね、韓国料理屋は、なんか一個ね、飯店なんだけど。スンドゥブ？ああ。俺そこで初めて食べたんだけど、うん。こんな美味しいんだって思った、そこで。ちょっとハマっちゃったもん。いいね。いや、そこはおすすめ。そこがおすすめだそうです。そこはおすすめです。じゃあ湘南の質問にしようかな。次はハタくん。ハタくんどう思いますかって来てるよ。ハタもいいです。それはでも市船の先輩たちが、あ、でもジョンヒョプがみんな元気って言ってる。ジョンヒョプ、本当だ、本当だ、元気です、ジョンヨプ。インボムと仲良くしてます。頑張って、ジョン。ジョンヨプも子供生まれたしね。生まれたね。生まれたね。ね。おめでとう。でと。いいやつだったもんな。いや、ほんといいやつ。いや、ハタはほんといいや。マジで。うん、ハタはほんとにいいや。足が速いかなぐらいかな。俺ら直属だからね。そうじゃん、まあ、直属じゃん。そうだよ。もういいです。いいです、彼は。旗はいいでしょ。なんか質問も限定、質問も限定するか。どういう質問くださいみたいな。難しいな、それけど。いや、でもいっぱい出してもらえばいいんじゃん。まあ、4人からね。うん、ファンレターって本当に選手の手元に届いてるんですかってあるよ。
届いてます。届いてますね。ロシアにも届けてできたら。ロシア語で書かなきゃいけない。そう。ジョイジョフがバカにしてるで。完全にいじってきてるでしょ、これ。これはスギちゃんのね、絶対に。俺、大輝って呼ばれてたもんね、ジョイヨプに。ああ、呼ばれてた、呼ばれてた。スギだ。たぶん、ジョイヨプ、金子のこと知らないもん、たぶん。あれ、そうだっけ？あ、全然知ってる。いや、俺、この前、写真見返したもん、ジョイヨプ行った飯。あ、まじ。いや、見た、ここに。あ、行ってた。金子で行ったわ、一緒。俺、たまにメッセージ送るからね。子供生まれた。送った俺もおめでとう。クリスの誕生日とかもおめでとうってやっといた一応。コメントしてくれたの。優しいよね、みんな優しいよね。優しい、マジで。左下誰って阿部ちゃんが言ってるよ。左下って金子のこと。俺右で金子だ。いや、左下違うんだよ。金子阿部ちゃん知らないでしょ。よし。一緒にやってよ、一回。知ってるよ。同じ。あ、トイチについては、トイチ。トイチ、前なんか点取って、2点取ってたよ。点取ってたよ、1試合で、うん。トイチも寂しいっしょ。トイチ寂しいだろうね。今度だから、トイチ、海外組誘ったやったじゃん。そう。あ、トイチ。今度だから、トイチと、タニーと、まあ、3人でね、あ、いいね、俺、できたらいいな、みたいなのもあるから。いいね。トイチ、ゲーよな、試合も出てるじゃん、普通に。トイチ、うめえもん。うまいよね。マジうまい。なんか、うまい。なんか、海外、ね、海外でドリブル、通用しそうだもんな、正直。ほっとするでしょ。うん、あれはすげえよ。何かね、ありますかね、他は。サッカー以外でハマってること、まあ、こうコロナの、ね、中で、ステイホームでみんな何してます？最近、モンハンやってる。え、一緒だわ。え、面白い？面白いよ。俺、タクヤくんと、タニと、うんうん、ずっとやってて、で、山も、ライズが出てから山も買って、みんな買って。俺だから、ライズ始めたんだよ。暇すぎて。え、買おうかな、俺、迷ってんだよな。最近スイッチ買ってさ。スイッチ。そう。でもちょっとやり込みそうで、嫌だなって思って。え、すげえ、ゲームとかやんの？やる？やつらになったらやってる。スイッチ買った。マジ？結構意外な。もう残り1分35秒って出てるわ、上に。マジ？あ、そっか、1時間か、時間が。まあまあまあ、こんな感じでグダグダしましたけど、今日はいい話だったんじゃないでしょうか。もうちょい質問ね、話したらよかったけど。まあそうだね、それは。うん、まあいいでしょう。次回、まあこの4人だったらいつでも集まれそうだから、すぐまた、試合があればね。なくなればじゃねえ、試合のなんか合間にできたりとか、やりましょう。はい。はい。はい。ありがとう。頑張りましょう、皆さん。みんな頑張ろう。頑張ろう。まあ、まあね、最後、みんなこのね、オリンピック代表も選ばれてないわけですから、今回。そうだ。まだ時間あるし。いや、まだチャンスある。チャンスあるよね、チャンスあるから。チャンスはある。一人頑張ろう。頑張ろう。まあまたなんかだからこういうこの4人じゃなくてもなんか企画して対談みたいな感じでやれたらいいなと思ってるんで、皆さん各自インスタフォローしてください。金子とかスギちゃんインスタやってないみたいなもんなんでフォローしてあげてください。いや俺結構最近やってるよ。私知ってる。じゃあ残り10秒なんで最後5秒になったら言います。5、4、3、2、1、じゃあねー。